島根県で行方不明になった女子大学生の遺体が見つかった事件から7年が経ち捜査幹部が改めて情報提供を呼びかけました2009年10月26日島根県立大学1年の平岡美宮子さんが浜田市内で帰宅する途中に行方不明になりその後、広島県で遺体の一部が見つかりました事件発生から7年となる昨日、捜査幹部らが 平岡さんの姿が最後に確認されたアルバイト先のショッピングセンターで情報提供を呼びかけましたこの事件を必ず解決するという強い決意の下今後も粘り強い捜査を行ってまいります事件解決につながる有力な情報提供者には最大で300万円の報奨金が支払われます